りょうさん、最近追加された機能で便利なものを教えてくださいってお話ですね。私がおすすめなのはですね、このメニューのところに戦略っていうものができて、ここ設定の追加読み込みするとき、ここのメニューから選べるようになりました。前はですね、コントロールキーを押しながらファイルの読み込みっていうのをボタンを押さなきゃいけなかったんですけど、ここからここね、追加読み込みっていうのをすれば、戦略の構成ね、っていうのが簡単になります。あと、一括設定っていうボタンが増えました。これ、もともとね、このツールのとこからできたんですけど、ここで検証期間だけ設定すると、実はこの売買ルールだけの検証期間変わっちゃって、他のランキング情報とか他の設定のだけが変わってないってことが事故がよくあったんですけども、ここで一括設定ボタンって押せば、こちらのね、ポップアップが出てきて、すべての設定をね、一括で変えることができるんで、他の設定忘れちゃったっていうことが起きにくくなりました。そして、あと、最終日のみっていうボタン増えました。これやると、単純に最終日、2021年これだと10月20日っていうのにポッと変わるんで、要は、スクリーニングですかね。スクリーニング的な使い方するときには、このボタンポチッとなって押して検証すると、便利になります。今まで手打ちが必要だったんですけど、ボタンでできるようになりましたので、楽ちんです。はい。あとですね、最適分散投資の運用設定のところに、この検証期間、売買ルールかコピーってボタンができたんですね。なので、バックテストの方で設定、ね、検証期間変えたときに、いちいちこっち手で設定変えてたんですけど、ここのボタンをポチッとなって押すことによって、もう簡単にね、設定合わせることができるようになったので、非常にね、細かいながら便利な機能が増えました。っていうね。ところになります。あとツールのメニューのところですね。これ開発する戦略が増えてきた時には非常に欲しいんですけども、使用設定のみオンとかね、使用設定以外削除っていうのがありますね。オンってやつは、例えばこの売買ルールのね、これ3つチェック入ってますけど、1つだけしか使わずに他のものはちょっと置いといて検証したいっていう時には、この設定オンってポチッと押すと、もうこれに関係するランキング情報とか相場情報とか以外の全部チェックを外してくれるっていう、つまり検証が楽になるんですね。軽くなります。削除の方は、設定をもうコロッと消してしまうっていう設定になってます。なのでね、ただですね、意図しない設定の削除が行われる可能性があるので、必ず設定を保存してから削除の方は危ないからね、使ってくださいねっていう注意書きがありますので、こちらだけ覚えておいてください。まあ、こっちの本だけでもいいと思います。